あ、そうだ、海くんがどんな人かっていうと、え、どんな感じって証言するのが一番わかりやすいですか？コナンの方ですか？いやいや、もうそんな、もうちょっともう全然 YouTube で流行りの曲歌ってハッシュタグね稼いでます。元は歌い手だったけどバンドでメジャーデビューしてコナンのオープニングとか歌ってる芸能人の方です。いやー、よろしくね。でもやっぱバンドマンっていうとね、新藤くんやっぱね、なんかちょめちょめしてるイメージあるよね、めちゃくちゃ。そうっすね、まあ、イケメンで毎日別の女を男に対してで、あの女に貢がせて、あのでも俺は夢があるんだって言って、なんかコンビニでバイトすらしないみたいなイメージだよね。ね、そんなんあったらいいなっていう感じですよ、本当に。あったらいいなと思ってるんですね。いや、まあそれは人間だからです。そんなでも実際そういう状況とかなかったんですか？ありそうなイメージですけどね、うん、いや俺結構ね、リスクに対して敏感だから。でもなんかリスクある気しますけど、でもなんかその業界だと割と当たり前にみんなしてるじゃないですか、多分。確かに確かに。そこはなんか誘惑に負けないんですか？誘惑に。多分中にはファンにマンション買ってもらったとかって人も聞いたことは多分ありますよね、そういうレベル。ある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 。でもなんかそういうとか、なんか家賃払ってもらってるとか、はい、誘惑に負けないんですか？俺絶対海くんのポジションだったら誘惑に負けまくってますもん。相当素性が分かんないと無理かな、個人で。マジでガチな話になって本当申し訳ないし生々しいんだけど、皆さんぜひ免許証と履歴書を持って海くんのところ。いや本当ね、そのレベル。あと家庭環境教えてほしい。面接家庭環境によってやっぱり裏切るか裏切らないかを見えてくるから。やっぱりどういう子は裏切るんですか？いや語弊があるけど、やっぱりちょっとこう精神が不安定な状況に置かれてると、まあ、厳しいよね。やっぱ精神的に安定していて成人で口が硬そうでちゃんとした子だったら履歴書出せば OK と。そうですね。あとちょっとお尻の形が良ければ。ああなるほどです。でも該当者多分5万人ぐらいいるんじゃないですか？そうだろ。いや絶対いますよ。じゃあちょっといつかこれみんなでその該当者を探す企画やりませんか？やりますか。 YouTuber っぽいですね、すごい。YouTuber っぽい。しかも彼女オーディションじゃないんでしょ。養いたい都合のいい女オーディション。最悪だな。俺もやりたいわそれ。おぱじさんもそういそうな気がしますけどね。いや、いっぱいいる、いっぱいいます、いっぱいいます、やめてください。いっぱいいます、やめてください。いっぱいいます、いっぱいいます。すごい、だからルーティーンが組まれてそうだ。何曜日やこの子、つって。そう。あれ、今日給料の支払いの日だけどどうした？なんかあったか？つって。振り込み遅れてるよ、とか。振り込み遅れてるよ。君は先月20万だったから、週1かな、って、ね。厳しい。会員カード作るんで、うちは。ポイントもたまりそう。ポイントもたまる。大塚のピンサロか。いやでも、おぱっちの声、イケボだからなんか癒されるな。ありがとうございます。おぱっちになったんすね。ちょっと距離を詰めてみた。ぱっち。ほら。それがなんか、ああ、そこで掛け合ってまた。そうっす。こっそり掛けるって、やばいな。電車とかでもバレないようにこっそり掛けるんで。女子高生とかに。こういう人いるよね。逆にこういう人っているよね、なんかね。バレるやつはいるよね。逆におぱっちさんの、はい、あの、初恋聞きたいですけど、ね。初恋初恋これまだ闇落ちする前のね。闇落ちする前の。ああ、でも俺ちゃんと多分綺麗な初恋って言えるのは多分中3じゃないですか。ませてますね。でもなんか、まあ、いや、ちっちゃい頃から俺も超女好きなんですよ。もう幼稚園とかでスカートめくり大好きみたいな、うんこ野郎だったんですよ。やば。中3。え、それを、はい、エッチまで行く話ですか、ちなみに。あ、エッチまで全然今、本当にだからマジでピュアだった頃だから、なんもしてないよ。マジっすか。なんもしてない。俺の好きな子が他の男と付き合ってチューしたっていうので、心を病んで落ち込んでたレベルの頃だよ。かわいい。そう、落ち込んでたから。え、彼氏の、じゃあ関係ないよ、俺とエッチしようよっていうのは、高3ぐらいから。ああ、その間にいろいろあったんですね。そう。中学校の頃は純粋で、3年間ずっと同じ子のことが好きだったんですよ。で、高校受験して、告って、振られて、俺の3年間無駄だった返せってなって、で、どんなに女を好きになっても、告って振られたら意味がないと。なるほど。俺の3年間無駄になってしまったって。だったら、好きでもない女とやりまくって経験値を積もうっていうのが高校3年間だったんですよ。そっから。そう。100人切りだーって。でも真面目に恋愛してもやっぱ結果が出せなかったら意味ないんですよ。付き合えた、キスできた、手つなげた、デートしたっていうやっぱ結果がどんどん積み重なるから男としてレベルが上がるわけじゃないですか。確かに。だって俺さ25なんだけどさ中1の時からずっと同じこと好きなんだよねって言ってたらドン引くじゃん。確かにそれはキモい。いやでも初体験は、ね、ミカちゃんにあげるって決めてるから。いやでもきついじゃん。
きつい。そうだったら別に好きでもない女と5人と寝たけど今本気で恋愛してんだよねって言ってる25歳の方が絶対美しいし経験値も高い。クールクールクールだ。だからもう俺はそっちに路線変更しようと。すげえ。海くんの初体験教えてくださいよ。何歳ですか。僕は高校生だったかな。それ初体験のエピソード結構面白い感じのやつですか。面白いね。でもちょっとこれ結構デンジャラスゾーンに入るな。デンジャラスゾーンに入っちゃうんでちゅか。もうだって噛むぐらい焦ってるじゃん。じゃあまあ風通しのいいところっていうとこだけを伝えとくわ。そうですね。よし。言えそうなレベルだけで。いや風通しのいいところっていう。はい、そういうこと？そういういや分かんないよ。いや風通しのいいところ。これはもう受け手に委ねる。風通しがいい野外で。いやそうとは言ってないわよ。あそうだって逆に、ま、窓ガンガンで部屋でしてたかもしれないですもんね。確かに爽やかな風が吹いてたわよ。なんでそこ風通しがいいところを選んだんですか。なんか壁があるんですか。いやあの人みたいなもんですよ。先生みたいな今でしょみたいな。ああもうこのタイミングはもう行けるから行こうってなってたまたまそのなった場所がそういう風通しがいい場所だった。そうそうそう。それはいい思い出なんですか。まあそこそこにエンタメ性はあったなってエンタメ性思いますよ。ちなみに新道寺くんの初体験は何歳ですか。高校生の時に居酒屋でバイトしてて本当に目と目があった瞬間もう恋に落ちたみたいな感じ でそこで初めて女の子の体に触りなんか表現が官能的だな。そこで初めて女の体に触り、はい、えそれカラオケだっけ場所。カラオケどこどこ。カラカンビッグエコー。です言っちゃダメだよ言っちゃダメだよ。ピーかけてね編集の子言っちゃダメだよそれ絶対に訴えられるよそんなこと言ってると。あうちのあのラブジューチューぶっかけられたい人今ちゅう。あラブジューチュー欲しい。いいよラブジューチュー。うー気持ちいい。ぽいうみくん。あもう終わっちゃったよ。あ終わっちゃったもうフラワータイム終わったよ。なんすかフラワータイムって大回転タイム。サービスタイムのことですよ女の子の。さっき大塚がどうのって言ってたんで多分うみくんわかるだろうなと思って。へー行ってみたいな。罰ゲームでじゃあなんかかけてやる。やってみたいですやってみたいです。やばいよマジで大塚でそんなことやったら50、80喜んでる世界だから大塚は。マジっすか。1人やりました。ナイス。オーケー2人やりました。ナイス。オーケーナイス。今までいますね。まずいます。うみくん終わった終わったって。押した押した。いや大塚は別になんか多分まあリスナーさんで大塚で働いてるお姉さんもいるだろうからあんま失礼なことは言いたくないんだが、まあ、エリア的に言うとあの本当やばいお店が多い。中にはもちろんいいお店もあるんだけど、そう本当に30分なんか2000円とかがザラにある世界。え何ができるんですか30分2000円で。え何ができるんですか海君。生絞りグレープフルーツサワー。生し、そうですね、自家絞りグレープフルーツサワーを女の子の口に直接お届けするお店ですね。え、それって入れれるんすか。はいはい、入れれません。いくらぐらいか入れれるんすか。めっちゃ気になるんですけど、超安くて1。安くて1なんすね。それはそうですよね。ですよね。うん。本当安くてだね。本当安くて。大丈夫ですかその業界の話をして海くんの立場で。あ大丈夫大丈夫。だってそんなこと一回も言ったことないさ人の歌なんて聞きたくない俺逆に。ああ確かに。嘘やん。確かに。世の中のねあれをいや調べるための社会勉強として言ったことあるんですね。そうです。うん、連れて行ってください先輩。あれはなんかおごりで行くもんじゃないっすよね。自腹で行くもんですよね。まあなんか。自己投資。自己投資。いやなんか入り口までついていってくださいなら。ああどんな気持ちで待ってればいいの。しかもなんだかんださ新道寺くんすっきりした顔で出てきそうだから嫌だ。ムカつきますよね。いや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 。よし。みくん復活させたいな。いいよ俺は天の声として。天の声。じゃあリブートしやがった。MC やってください。おやば。MC。トーク回しお願いします。残り20人それ大会のアナウンスじゃないですかただの MC そっちの MC。 あれ来た。おお飛んでる。来た来た。ショットガンババアですな。あー惜しい。うわー頑張れうまい。くっそー。人気バンドマンボーカルのやっぱ経験人数知りたいよね、新道寺くんね。知りたいっすね。どれぐらいそういうことしてんのかなっていう。
まあ100人ぐらいかな。やばい性病にかかってそうだなそれ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。